今日はですね、こちらからご紹介しましょう。まず最初はオーロラシリーズですね。キングコングにオペラ座の怪人、ファントムオブオペラ、マミーミイラ男ですね、狼男にドラキュラに、あれはカリブの海賊みたいな感じですよね。怖いですね。なんかディズニーランド行くといますね。このマスクを作るだけでも時間と能力を費やして作ったわけです。よくできてますよね。キングコングのどっか怖いけどの女性をね、そっとこう手で持っている、優しいキングコングを見てほしいですね。ザ・マミーの台のところにコブラがいますね。僕は蛇が嫌いなんで怖いです。次はですね、ポパイ、オリーブ、プルート、これもプラモデルになってるわけですね。鉄人28号、ジャイアントロボ、そしてマグマ大使、キャラクターですね。これはですね、偉大なる頭脳の中身ですね。まだ組み立ててないとこんな状態だよっていうのは後ろから見れるように展示してあります。そしてまあ宇宙っぽい感じのものをこう並べてみました。これはですね、バイキングですね。バイキングまたはビーキングとも言われています。これはプラスチックなんですよ。ミニカーというと大体はダイキャストですよね。これはもうプラスチックで作られていて、面白いことにこれはですね、車のセールスマンが持ち歩いて、今度の新しい車はこういう感じですよっつって、まあ、お客さんに見せたり渡したりしたと言われています。実写に忠実な感じで作られたミニカーだけど、ダイキャストではなくオールプラスチックです。次行きましょう。さあ、これはですね、フランス製のシトロエンです。シトロエンって、まあ、今見ると魅力的な形ですよね。とてもなんか三葉虫のようなね、なんとも言えないカーブ、これがエアサスペンションというか、上がったり下がったりするわけですよ。魅力的な色、さすがフランスみたいな。パッケージもおしゃれでしょ。反対から見たオールズモービル、綺麗ですね。どっから見ても綺麗だね、これは。それで大きさがすごい大きいんですよ。ですね、アイデア車、この透明感、なんとも魅力的ですね。子供の時クリスマスでこの大きさの車もらったら息止まっちゃいますよね、嬉しくてね。よくできてるな。でもじゃあ今度後ろから見ましょう。スペアタイヤをね、積んで、綺麗ですよね。これはですね、マルサンですね。マルサンの魚の神秘、そして忠実なる犬、昆虫の不思議、それの、まあ、プラモデルですね。魚の神秘、これはあの実際の箱ですね。だからかなり大きな箱にこのプラモデルが入ってるわけです。この顔の感じ、あの骨、魚の骨、よくここまでね型を作ったなと思います。あまりの作りの良さにびっくりしますね。そして忠実なる犬です。これもよくね、骨格だとか、まあ、犬のね体の仕組みが
このプラモデルを組み立てると分かるよっていう感じです。昆虫の不思議どうですか。これもよく作られてるでしょう。昆虫の不思議ですよ。もうよくできてる。蝶々や蜂だとかいろいろ細かい部分まできちんと手を抜かない。この丸さんのこのシリーズですね、素晴らしいですね。今見るとこのミサイル、このケースはですねモノグラブというメーカーが作ったミサイル。箱絵がとってもいいですね。色も綺麗だし言うことありません。すごいですね。31台、ここに31台あるんですね。数えるだけでワクワクします。そしてスペースシャトルですね。 SF 好きな僕にはたまらないコレクションです。今日はですねクラシックトイコレクション1950年代から、60年代70年代ぐらいまでのプラスチックのおもちゃ、そしてプラモデルをご紹介しました。期間はですね来年の2月の23日まで開催していますので、ぜひいらしてくださいね。また次回お楽しみにしてください。